平成16年台風第23号は2004年10月に発生し日本列島に上陸し大きな被害をもたらした台風である。新ロズ2004年10月13日9時にマリアナ諸島付近で台風23号が発生しアジア名トカゲと命名された。命名国は日本でトカゲ座を意味する。なお、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名、塩にりと命名している。台風は18日18時に大型で強い勢力となって沖縄の南海上を北上した。19日には沖縄本島から奄美諸島沿いに進み、20日13時頃大型の強い勢力で高知県土佐清水市付近に上陸。これは 四国に上陸した台風の中では上陸日が最も遅く日本上陸台風では過去4番目に遅い上陸である15時過ぎには高知県室戸市付近に再上陸した後18時前に大阪府南部に再上陸し近畿地方、東海地方に進み21日3時に関東地方で温帯低気圧に変わった本州縦断時には 台風の中心が日本アルプスに差し掛かった頃急激に勢力が衰えた。これは高い山脈により大きな摩擦力が雲や風にかかり台風がエネルギーを大きく消耗したためと考えられている。台風と前線の影響による帰還降水量は四国や大分県で500ミリメートルを超えたほか近畿北部や東海、甲信地方で300ミリメートルを超え 広い範囲で大雨となった。特に、台風が西日本に上陸した20日は、九州地方から関東地方にかけての多くの地点で、これまでの飛行水量の記録を更新する大雨となった。また、台風の接近、上陸に伴って、南西諸島から東日本にかけての広い範囲で、暴風高波となった。台風の影響により、兵庫県と洋歌市や、 伊豆市町を流れる縁山川、伊豆市川が氾濫したほか、京都府福知山市から、舞鶴市を流れる由良川が氾濫して、浸水被害が発生した。また、岡山県玉野市や京都府宮津市、香川県東香川市、愛媛県四国中央市など、西日本を中心に、土砂災害が起きた。さらに、高知県室戸市では、高波により、堤防が損壊する被害もあった。 死者、行方不明者は、兵庫県、京都府、香川県を中心に98人となり、台風災害によるものとしては1970年代の、最大が、昭和51年10号の169人、1980年代が、昭和57年10号の95人、1990年代が、平成3年19号の62人という、一貫した、減少傾向に反した、 台風通過直後の10月23日に発生した新潟県中越地震とともに翌月11月26日に激甚災害に指定することが閣議決定され12月1日より施行された。なお、日本が提案したアジア名の台風が日本本土に上陸したのはこれが初のケースである。台風本体及びその北側にあった。 前線活動の活発化により、広い範囲で、大雨や暴風となった。台風が上陸した20日には、関東地方から九州地方にかけての広い範囲で大雨となり、1日の降水量は四国で400ミリメートルを超え、西日本の多くの地点で300ミリメートル前後となった。また、この台風は、中止により、西側から北側にかけて、 強い風が吹き込み、北陸地方、山陰地方、九州北部にわたって、最大瞬間風速上位の多くを占めている点でも、特徴的である。以下、気象庁の観測による、主な降水量、風速の記録。大雨による、河川氾濫、土砂災害や暴風、高波などにより、全国で98人の死者、行方不明者が出た。これは、平成の台風被害では、 平成23年台風第12号と並んで最多であり、当時の社会に大きな傷を残した。また負傷者555人、住宅の全壊909棟、半壊7776棟、一部破損1955棟、床上浸水14323棟、床下浸水41132棟の被害が発生した。 埼玉県10月20日に西武ドームで開催が予定されていた日本シリーズ第四戦の西武ライオンズ対中日ドラゴンズ戦が台風の接近を考慮し翌21日に順延となった富山県富山県では新港市の海洋丸パークへ向かっていた公開訓練中の海洋丸が台風接近のため富山港沖に闘病停泊していたところ 強い北風と高波によって航行不能となり、富山港に隣接する漁港防波堤の小波ブロックに衝突、座礁し、167人が救助された。この他にも、伏木マハフ島に接岸していたロシア船籍の下客船が浸水横転したり、渓流中の漁船の転覆、損傷が県内各地で相次いだ。また、 県内の2校の小学校の体育館の屋根が風で吹き飛ばされた。そのうち1校は同年3月にも同じ被害に遭っている。神通川流域の溶水が逆流し、富山市五福地区を中心に約400棟が床上、床下浸水した。長野県長野県では、辰野町の飯田線稲新町駅、幅駅間で線路下の森土が崩れて線路が、 中ずりになり、通りかかった列車が脱線、転覆、乗員乗客4人が軽傷を負った。このほか県内で土砂崩れ、浸水が多数発生した。岐阜県岐阜県では特に、日田地方で宮川流域を中心に土砂崩れ、浸水などの被害が目立ち、鉄道は高山本線の鉱山駅井の谷駅間で橋が流されるなどして、普通となった。 その後、高山駅、門川駅間が2005年10月1日に、門川駅、井谷駅間は2007年9月8日に、復旧した。また、郡上市南町では、国道156号が陥没した。長良川鉄道も12月上旬まで、美野市北農間が運休となった。京都府京都府では、舞鶴市、宮津市、京丹後市などの府北部で河川の増水や、 土砂崩れによる被害が相次ぎ、死者15人、床上、床下浸水約7300棟に上った。浦川は、福知山市から、舞鶴市にかけて氾濫にし、舞鶴市の浦川付近で、国道175号が冠水、渋滞で止まっていた観光バスが立ち往生、37人が、バスの屋根の上で人用を明かし、救助された。救出の際使われたボートは、 近くにいたトラックの運転手が荷物のボートを提供したもので、後日運転手は表彰された。兵庫県兵庫県では、豊岡市、兵上町、西脇市、西宮市、淡路島を中心に、県内の広い範囲で大きな被害が出た。県内の死者26人と、死者が最多となった。田島では、炎山川の堤防が決壊し、豊岡市で、 約8300棟、日高町で約千0 0棟、伊豆市町では、伊豆市川が決壊し、五百0棟の床上床下,下浸水。淡路島では、洲本市で約3 1百0棟、津田町で約七百0棟、聖壇町で約八百0棟の床上床下,下,下,下浸水。針間では、西脇市で加古川また、三木市で美濃川が、阪神では、西宮市で向こう側が、決壊。 または氾濫した。豊岡市においては、気象庁の豊岡速攻所が浸水し、気象観測が一時不能になった。鉄道も、山陰本線などが一時不通となった。岡山県岡山県では、奈義町で、極地風である高度風が発生し、最大瞬間風速秒速51.8メートルを記録した。玉野市で、土砂崩れにより5人が死亡するなど、 県全体で7人が死亡した。徳島県徳島県では、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、三間群脇町などの県内各地で、浸水の被害が続出し、床上浸水が約1630棟、床下浸水も含めた、浸水の被害は、県内五市26町に村で約4600棟にも、上った。特に、 徳島市では市内を流れるその瀬川が、同市上八万町付近で氾濫。一時は、大人の背が立たないほどの水位にまで達し、家から出られなくなった住民を救命ボートで、救出する作業が続けられた。徳島市内での床上浸水は、約530世帯。これは、第二室戸台風以降、最悪の被害である。徳島市で、 月最大24時間降水量が285.0ミ、mm、リメートルに達し、10月の最高記録を更新した。香川県香川県では、東香川市で発生した土砂崩れなどで、死者11人、床上浸水約4800棟、床下浸水約13000棟の被害が出た。高知県高知県では、室戸市再生海岸で高波により、 傍聴堤が破壊されて11棟が全壊し、3人が死亡した。室戸市沖では、ビル6階に相当する箱を17.79メートルを観測した。愛媛県愛媛県では、浸水被害が800棟を超えたほか、道路損壊や土砂崩れの被害が多発した。宇和島市では10月20日に243ミリメートルの降水量を観測し、 10月の飛行水量記録を更新するなど、県内各地で記録的な大雨となった。四国中央市での土砂災害などにより、県内では5人の死者が出た。長崎県長崎県では、佐世保市の西九州自動車道、佐世保港インターチェンジ、佐世保大島インターチェンジ間で貸し切りバスが立ち往生した。宮崎県宮崎県は、 台風の河口範囲に入ったにもかかわらず、大雨と暴風に見舞われた。浸水家屋は1000棟を超え、死者2人を出した。大分県大分県でも、台風の影響で、佐伯市、大分市、別府市、中津市などで、記録的な大雨となった。県内では土砂崩れや浸水などの被害が発生し、大分県内では、死者1人を出した。福岡県福岡県では、 建築地域を中心に大雨となり、行橋市では10月20日に160ミリメートルの降水量を観測し10月の非降水量記録を更新した。その周辺の地域では浸水などの被害が発生するなど台風から離れていたにもかかわらず記録的な大雨と暴風を観測した。ありがとうございます。